コーズ・アキラは、日本の評論家。元寸大予備学校講師、愛媛県宇和島市出身。愛媛県立宇和島南高等学校、中央大学法学部一部法律学科卒業。三上治と共に審査翼の党派である、共産主義者同盟反旗派の理論的指導者として、中大闘争、三玉闘争、三里塚闘争等を主導する。著書、総合の反旗は、 ベストセラーとなった。70年代以降文都内でも赤軍派に見られるような急進的軍事革命路線と、その他恩恵派閥の中で対立が生まれ、震災抑グループ内で内下羽が横行するようになると、これに嫌気をさしたカミツは1976年半期派を解散、イゴザ在野の評論家として活動した。寸大予備学校では1990年の 論文化解説とともに講師に就任。法学系論文を担当し、主に社会科学系の学科を志望する受験生に小論文指導を行った。しかし受験生への指導方法をめぐり、寸大論文化の主任であった、斎朱悟や同僚講師人と対立。この対立を背景に、受験生世代現象に伴う生徒源で、 経営合理化を起とする寸大から1998年に解雇を通告される。反発した過密は労働組合を結成して同時期に解雇された世界史加工史とともに労働争議として解雇の是非を争うこととなる。また、寸大の不透明な経営実態告発を過密個人のホームページや寸大校舎周辺でのビラ、で、上、 戦の一環として行ったところ、1999年、寸大から名誉毀損による1億5000万円の損害賠償を求め提訴され、マスコミを賑わす寸大葬儀へと発展した。この争いは、東京都労働委員会の調停により2000年に、和解、寸大側が損害賠償請求、解雇通知を取り下げ和解金を支払うことで決着し、事実上労組勝利に終わった。 近年は、出身地である宇和島の伊達藩お家騒動を解説した、うさぎの耳からもう一つの伊達騒動を居住する日野市の資料を読み解いた、新選組、玉刀の巨実、肘方歳三、日野宿、佐藤彦五郎を表すなど郷土史研究の業績も重ねている。ありがとうございます。